川村城は神奈川県の足柄上郡三北町にあった日本の城。平安時代末期に築城をされ、相模、甲斐、駿河三国の境界線が交差する要衝の近くに築かれた山城である。川村城は平安時代末期に藤原秀里の流れを汲む川村秀隆によって築かれたとされる。県武の神聖、南北朝時代に入ると川村氏は 日田氏に協力し南朝方につき、北朝方の足利高氏と対峙したと言われ、1352年から2年間、河村衆国、河村衆京らは、日田義雄、脇屋義春とと子の城に立てこもり、畑山国清を首相とする足利高氏軍の攻撃をしのいだとされる。しかし、南原の戦いで敗れ落城し、河村一族の多くは討ち死にし、日田義雄、 脇屋義春は、中川城を経て、甲州に逃れたとされる。その後は、この城は、畠山国清や関東官令、上杉憲りを経て、足利持氏の属将、大森県来の支配するところとなる。戦国時代に入ると、後北条氏の支配を受けるようになった。元気年間から1573年には、海の国の武田信玄の信仰の際に補強され、その後、 周辺の諸城と共に、御宝城市と武田市の間で、争奪合戦があったとされる。1590年の豊臣秀吉による小田原征伐で、この城は落城支配城となった。河村城市歴史公園として整備されており、本丸やその他の各、うね堀などの遺構が見られるが、一部の遺構は山林化してわかりづらい。また公園整備が中途半端に放置されていたり、 土橋にコンクリートを用いているなど、景観を損ねているとする意見がある。河村城の歴史を読む平安時代末期から戦国時代末期までの変遷、河村城と河村上山城と館のセット関係。ありがとうございます。